皆さんこんにちは、田中恵美です。今日紹介するカップ麺は明星ぶぶか鬼増し唐辛子入りふりかけ豚骨醤油ラーメンです。ぶぶか監修鬼増し山椒唐辛子入りふりかけで豚骨醤油が鬼辛い味わいに。ラーメン専門店ぶぶかは東京吉祥寺に本店を構える油そばの名店です。汁なしの油そばと東京風醤油豚骨ラーメンを提供しています。1995年のオープン以来、油そばの元祖的存在。ストレート細麺の豚骨ラーメン、スープ、タレ、チャーシューは店内で手作りです。今日紹介する明星ぶぶか鬼増し唐辛子入りふりかけ豚骨醤油ラーメンは、油そばの味の決め手である焼き豚だれを効かせた濃厚豚骨醤油スープに山盛りの唐辛子入りふりかけをかけて、インパクトのある見た目に仕上げた鬼辛い味わいのカップ麺オリジナルメニューです。ニンニクを練り込んだ極太麺を使用し、食べ応えのある一杯に仕上げています。商品特徴、麺、もっちりとした食感にこだわった極太麺です。ニンニクを練り込み、濃厚なスープに負けない味わいです。スープ、濃厚な焼き豚だれを効かせた豚骨醤油に唐辛子を加えてパンチを出した辛豚骨醤油スープです。ふりかけ、唐辛子、ローストガーリック、フライドオニオン等を組み合わせました。かやく、彩りの良いネギです。食べてみた感想、まるで赤富士のような山盛りふりかけが見た目からして辛そうですね。スープは目が覚めるほどの激辛、豚骨ベースなのでこってり感も満載です。麺はもっちり、ニンニクの風味が香る噛み応え抜群の極太麺、辛みを帯びたスープにもよく合いますね。かやくはネギ以外余計な具材は一切ないので、スープの旨味と麺の美味しさを存分に味わえる仕組みになっています。そして辛さを盛り上げる最大のチョイスはやはりふりかけ、唐辛子だけでなくガーリックやオニオンのピリ辛要素がたっぷりと詰まっており、激辛好きの舌をこれでもかと楽しませてくれます。きつすぎる辛さではありませんが、さすがに一気に食べ進めるのは無理でしたね。休憩を入れながらゆっくり味わうことをおすすめします。まさに鬼辛いうまさ、汗をかきかきすすれば新陳代謝にも効果的です。ぶぶか監修鬼増し山盛り唐辛子入りふりかけで豚骨醤油が鬼辛い味わいに。本日は明星ぶぶか鬼増し唐辛子入りふりかけ豚骨醤油ラーメンを紹介しました。田中恵美里でした。